自民党の長谷川学参院議員は28日、自身のブログを更新し、過去の表現方法をめぐる報道がなされ、不徳のいたすところだとした上で、私の表現方法が時代にそぐわないものであることを痛感した。以後、時代に即した表現方法に変えていくと書き込んだ。報道の中身には、触れていないが、文春オンラインが26から27日に、長谷川氏が 総務副大臣時代の例は2年1月、自治体関係者らに、うるさい、黙っとけと発言したことや、地元の札幌市役所職員が、長谷川氏を対応するため残業時間が月100時間長になっていることなどを相次いで報じている。長谷川氏はブログで、引き続き、北海道の課題解決に向け、より一層の情熱をもって取り組んでいくと書き込んだ。関係者に対する謝罪の言葉などはなかった。 長谷川氏をめぐっては、歌手の吉幾三さんが、今月19日に、動画投稿サイト、YouTube で、飛行機内の態度が、非常に欧米だったと言及し、物議を醸していた。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。国のせいに携わる人の言葉とは思えない発言に、本人は全く反省してないとよくわかります。やはり日本の国会議員、官僚、 公務委員などの特権をしっかり見直し改めることが早急にです。高齢者などの暴言や行動もですが、とても先人とは思えない人々が多くと思います。日本の武士道や潔さは完全になくなりつつと思いながらも未来ある子供たちのために自分一人でもの気持ちは持ち続け精進と思います。そして選挙権ある人間は、 選ぶ人の本質を見極めててと強く思っていますこれだけ世間から非難を受けているのだからもう少し謝罪感を出して体裁を整えるのかと思ったら単に自己満足の主張であり本質は今後も変わりませんと言っているように聞こえるのでむしろ開き直ったようにしか感じなかった一応自主的に辞任しない限り身分は守られているから とにかく次の選挙で有権者が判断するのだが、選挙区の自民組織票以外の賢明な人たちが今度こそ頑張るしかない。あくまで時代にそぐわないという点での謝罪というのが気にかかる。あくまで自分のスタンスは間違っておらず、時代と食い違っていたというものにしてる時点で保身に走った釈明に感じざるを得ない。本当に、 国会議員に注目が集まる内容がこんなものばかりだなんて本当に情けない限りだ。こういう議員たちは一体どんな理念で議員になったのかな。国民のためというより議席や地位にしがみつき議員の権力を利用しようと必死な議員が多すぎるし、こういう議員だが国民のための法案を考えられるのか疑問だ。そぐわないというか正直言えば OK だった時代も存在しないんですが、 昔は OK で今も OK だと思っていたという考えこそ大平で自己中心的でそのことに今まで気づかないとか自分はいいもんだとか思っていたならば鈍感としか言いようがなくなります。自分は偉いと勘違いしているんでしょうね。有権者に支えられて仕事をしている立場だというのは学校で習いますけどね。吉幾三さんが SNS で上げて CA が手紙で訴えてくれたおかげで、この議員の本性が多くの国民に知れ渡った。本当に感謝します。これまでも欧米で高圧的な議員として有名であり、札幌の秋元市長も認識しているし、月100時間の超過勤務を課されていることも把握しているほどだ。実際4日前まで CA カスハ問題を上から目線で、自分は悪くない。 遅延の対応が悪いと散々自分のブログで言っていた。今日になって、いきなり、不得でした、痛感した、これから変わりますと言われても、むしろ、バカにされてると感じる。騒ぎが収まらずにビビったか、自民党の上の方から謝罪するよう言われたかだと思う。まだ CA にも、市職員にも、謝罪すらしない人間だ。反省なんて全く信じられない。 マスコミにはこれまでの全てのパワハラカスハラを公表してもらい、その報いを受けてほしい。事故や自殺や過労死など人が死んでからでは遅すぎる。